実は〇〇な人ほどですね、ご先祖様のことを本当に大切にして運気がどんどん向上しているという現象が起こっているんですよね。ではですね、具体的にどういうことをね、その人がやっているのかということを今回は公開したいと思います。あなたと住まいを笑顔にする専門家、一級建築士の矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。このチャンネルは家を活用して幸運を引き寄せる方法をお伝えしております。はい、ということで、早速今回の本題に行きましょう。今回はこちら、ご先祖様が見放さないということですね。守られるために家でできることって話をしたいというふうに思います。なんでね、今回ご先祖様のことを扱おうかというふうに思ったことを言うとですね、これまずね、ご先祖様の図っていうのをね、見たことがあるかね、ちょっとこちらの図を見ていただきたいんですけど、それがこちら。これはですね、一番下があなた自身だとしたら、親がいたらですね、さらにその親にそれぞれに親がいると。ずっと辿っていてですね、7代前まで行くと、なんとですね、254人のですね、ご先祖様が関わってるってことで、あなたという存在が生まれてきたっていうのはですね、すごい確率でいろんなね、ご縁で生まれてきてるんだっていうことをね、知っていただきたいなというふうに思うんですけども、例えばね、このね、ご先祖様のずっと合わせてもう一つはね、お伝えしたいのが、こちら、神主さんからのお話でですね、ご先祖様は皆子孫が笑顔になることを願っているって話をね、よく聞くんですよね。亡くなったね、ご先祖様がね、生きている子孫に何を思っているかというと、もうね、子孫が笑顔で暮らしているかどうかだけなんだというふうに言っていました。そういった意味でもですね、昔の家っていうのは、ご先祖様とですね、つながるようなことをね、いろいろ意識した、間取りが非常に多いんですよね。例えば、沖縄の方なんかに行くとですね、家の中心に、ご先祖様とかをね、祀るっていうのかな、そういった場所がね、かっちりあったりとかですね、いろんなね、地域でもそういうふうにして、結構ですね、家の中心の付近に、そういったものをね、置いたりするっていう、風習があったりするんですけども、それと合わせてですね、例えばね、風水とか火葬とかでもこのご先祖様とつながることをすごく重要視しているっていう、流れがあったり、そしてそれ以外にもですね、やはりね、長年家づくりをしてきて個人的にもですね、このやはりね、ご先祖様を大切にしているような家の使い方をしているっていう人はね、どんどんいい流れになってるなっていうのを、実感しているところがあるんですよね。そういった意味でもですね、やはりね、ご先祖様とのつながりを感じるっていうことはすごく安心感につながるっていう間取りにすることができるんじゃないかということも含めてね、今回の話をね、聞いていただいたら、このね、ご先祖様が守ってくれる家にするためにできることがね、手に入りますのでね、最後までご覧ください。そして動画の一番最後にですね、質問に一つお答えするコーナーもありますので、お楽しみに。そしてね、各種プレゼントね、概要欄の結構上の方にね、リンク先あるんで、そこからね、プレゼントゲットしてみてください。よろしくお願いします。それではね、その1からいきましょう。その1はまず、実は〇〇はご先祖様を大切にしているって話からしたいんですけど、というのもですね、特にこのご先祖様のことを大切にしているね、人たちがいるなという実感があるんですけれども、それがさっき言ったこの〇〇〇なんですけれども、それは何が入るかというと、成功者と言われる人たちなんですよね。特にですね、幸せな成功者、幸せにね、ビジネスもプライベートも両方成功していったような人たち、そういった人たちを見るとですね、ご先祖様からのなんかね、恩寵みたいなのを感じている人が、結構多い。なんかね、何かがあっても、ご先祖様に守られている感じがするんだみたいな感じのことをね、結構口癖で言われる方結構多いんですよね。ちなみにですね、そういう意味でもこの風水とか火葬というのはですね、成功者の人がこっそり活用しているということもあったりとかしてですね、こういう結構表には出ないんだけども、結局ですね、このご先祖様に、守られる家にするっていうのは、あなたの安心とか、そういったところにつながる可能性が非常に高いという側面をね、まず感じてほしいなというふうに思います。特にですね、一般の人ほどこういう話をね、シャンに構えて目に見えない世界を信じれないみたいな話になるんですけども、ですけどね、例えばね、建築なんかで言うと、目に見えない部分が、空気があるから、この壁とか天井が見えるということですね。目に見えないものがあるから物が見えるっていうね、こういう側面のことも知ってほしいというふうに思います。なのでね、目に見えない部分っていうのも、非常にね、しっかりと家の中に取り組むことはね、とっても大切だと、そんなふうに思っていただきたいんですよね。じゃあ何ができるかって話をね、これからしたいというふうに思います。その2としてお伝えしたいのはこちら、家系図を作りましょうって話をね、したいというふうに思います。この幸運住まいチャンネルでも多分ね、2、3回ぐらいこの話をしたことがあるかもわかりませんが、家系図非常に大切かなというふうに思っております。
ちなみに、海外とかでもですね、この家系図っていうかご先祖様のことを大切にするって意味で言うと、このディズニーの映画ね、リメンバーミーという映画があったんですけども、この映画はですね、例えばご先祖様、亡くなったご先祖様が生きている人たちにですね、存在を忘れられるとですね、その魂自体がね、消滅してしまうみたいな、そんなね、物語だったというふうに思うんですけども、例えばですね、それ以外にも日本なんかでは、ご先祖様のことを思い出すこと自体が、供養になると考えられているっていうのがあります。なのでね、例えばね、お墓参り以外にも供養というとですね、家系図を作って一人一人のことをね、例えば書き出したりすることで、思い出すという、このリメンバーミーの、内容と似たような感じがあるんですけども、家系図を書くことで、こんなご先祖様がいたんだって書いてですね、その人の存在自体を感じるということ自体がですね、供養になるんだというふうな考え方なんですよね。じゃあね、この家系図どうやって作ればいいかということなんですけども、例えばね、役所に行って除籍謄本というものをね、取れば、亡くなった人のね、謄本がもらえるんです。確かね、70年ぐらい前までに亡くなった方のやつは全部集めることができるので、だいたいね、3代か4代前ぐらいまで遡ることができるという側面があります。これをね、例えば業者に依頼してやってもらうみたいなやり方もあるようなんですけども、個人的にはですね、その除籍謄本を取り寄せて、そして一生懸命それをね、家系図に書き落とすっていう作業自体がですね、あなた自身のすごい深いところからご先祖様のつながるエネルギーというのかな、あとはね、供養にもつながると、そんなイメージを持っていただきたいのでですね、ぜひね、このどういった人たちがいたのか、自分のルーツをね、調べる上でも非常にポイントになるので、これね、ぜひね、やっていただきたいなというふうに思います。そしてその次、その3はですね、ご先祖様とつながる方位を整えようって話をしたいんですけども、さっきのね、家系図なんかは別に家の中でやってもいいし、どこでやってもいいんですけども、これね、家の中の話になってきます。特にね、家の中でご先祖様とつながる方位っていうのがあるんですけど、それがですね、この家の重心から見たこの北東方位っていうのがあるんですけども、ちょっとね、マンションを事例にね、取り上げましょう。このマンションがですね、ちょうど真ん中あたりにこのね、対角線上線幅とバッテンができて、ここに真ん中に重心っていうのが出てくるんですけども、それで、ね、各方位を割り付けます。ここに、方位が入っていて、これをね、割り付けるとこうなるんですけども、ここの中で北東っていうのはこのね、オレンジ色のところになってくるわけなんですよね。この方位がですね、ご先祖様とつながる方位ということ、あとはですね、この北東方位にはですね、鬼門線っていうのもあって、この鬼門線上ね、特にきれいにする、この鬼門線ってどこかというと、ちょうどですね、東と北の間の45度の線みたいだと思ってください。この紫色の線がですね、鬼門線と呼ばれていてですね、特にこの黄色い、範疇の中の鬼門線エリアっていうのはね、一番整えておきたいところなんですけども、そういうふうにすることでですね、例えば家のね、パワーアップを望んだりすることができる。実は鬼門というのはね、他の動画でも喋っておりますけど、非常にパワーがね、出てくるところなんで、ここをきれいにするとすごくね、清らかなパワーが発生するということ。そしてね、この北東方位がご先祖様とつながる、このラインが、エネルギーラインができるみたいなところがあってですね、そういった意味でもね、非常にここの北東プラス鬼門線を特にやるということがポイントになってくるというふうにね、考えてみてください。そしてその次はね、その4としてお伝えしたいのは、祈る場所を作りましょうっていう話をしたいんですけど、これね、別に宗教的な話ではなくてですね、純粋にご先祖様とつながる、ね、せっかくね、つながったご先祖様とのこのエネルギーラインに関してですね、そこをよりね、視覚化していくっていうことをね、したいんですけども、例えばね、これ私の事務所はですね、こういう神棚を置いていたりするんですよね。ちょっとね、特殊なものも置いていたりしますけども、やはりね、こういったものを置くことですごくね、守ってもらえるような感じがしたりとか、例えばね、私なんかは朝オフィスに来るとですね、ここの前で手をね、こう合わせながらね、私は4拍手でやるんですけども、いろいろとね、宣言したりとかして、温かく、お見守りくださいみたいな感じのことを言ってですね、そこからね、仕事をするみたいなことをよくやっておりますけども、例えばね、そういったことをすると、いいというふうに思います。そして、ね、どういったことを宣言すればいいかということなんですけども、それね、具体的にその後で最後にね、お伝えしたいというふうに思います。さっきね、私の例をちらっと言いましたけども、どういう内容がいいのかということなんですけども、実はね、何でもいいのは何でもいいんですけど、ただね、
一個だけ意識してほしいのは、これね、あなた自身が本質的に笑顔になれる内容にすることが重要なんですよね。というのもね、ご先祖様は、子孫たちが本当に純粋に笑顔になっているかどうかということだけを楽しみにしているところがあるという話をね、しました。なのでね、例えば誰かをね、呪ってあなたが笑顔になるような内容をね、祈ったりとかしたら、これは本質的な笑顔になれることではないので、あんまりね、喜んだ形にならないというふうに思います。なのでね、ここでイメージしたいのは、ワクワクすることを宣言するのが一番スムーズだというふうに思ってほしいんですよね。なので、ね、本当に心から純粋にあなたが笑顔になって、そしてご先祖様から見てもよかったなと思えるような流れのもの、そういったものをね、毎朝よかったら宣言する、それをね、習慣化させていくと本当にね、エネルギーラインがガーンとつながってですね、その日やりたいこともすごく明確化されるということもあります。ぜひですね、ご先祖様に見守られるようなですね、家の使い方、ぜひね、やってみてください。はい、それではね、まとめの方もしておきましょう。まずはね、一つ目は成功者ほど大切にしているということをね、知っておいてください。一般の人ほどね、こういうことをね、あんまり信じていないという傾向があるので、ぜひね、やってみてくださいね。そして二つ目はね、ぜひやってほしい、家系図を作るということをやってみてください。そして三つ目はね、この家の北東、そしてその中に含まれるこの鬼門線ですね、これをしっかり整えて、ご先祖様としっかりつながるね、エネルギーラインをね、確保してください。そして四つ目はね、祈る場所を作る、これはね、5つ目のね、日々ワクワクすることをその場所で宣言するということをすることでですね、よりご先祖様からのサポートとか恩寵みたいなものがやってきやすいんだということもね、ぜひ知ってほしいなというふうに思いました。はい、ということでね、実践できそうなとか実践して、ぜひね、実感してみてくださいね。そしてね、今日ね、ちょっとここではまだ言えないようなご先祖様との関係の話とかいろいろあるんですけども、そういったことはですね、この公式 LINE の方の、登録者の方にですね、こっそりお伝えとかもしております。なのでね、よかったらまだ公式 LINE 登録していない方は、登録してみてくださいね。そして合わせて今ね、非公開動画の、運気を上げる朝の習慣という動画をはじめ、残りね、4本の動画もプレゼントしております。興味がある方はね、この概要欄のですね、上の方にリンク先ありますが、そこからね、登録してください。そしてそれ以外にもね、各種 SNS いろいろ情報発信しております。これ概要欄の下の方にリンク先に並んでおりますので、ぜひね、フォローお願いいたします。そして一つお知らせです。このね、電磁波防止シールドなんですけど、これをですね、携帯に引っ付けて話をすると、肩を揉まれても全然痛くないっていうやつなんですけど、これね、概要欄の結構上の方にリンク先あって、その先にこの動画のね、詳細が見れますので、ぜひね、見て笑ってやってください。それではね、最後にご質問にお答えするコーナーです。ということでね、今回いただいた方は、こちらです。初めて動画拝見しました。コメントも初経験です。ということでありがとうございます。初めて焼き塩を置いてみました。教えていただきありがとうございます。一つ目、交換時期は1週間程度でいいでしょうか？に、使用済みの、処理の仕方はありますか？ということで、この焼き塩の動画でですね、その辺のこともお伝えはしてるんですけども、改めてここでお伝えするとですね、交換はね、だいたい1週間に1遍ぐらいできるようだったらやってみて、見てください。そしてね、効果が一番あるのは初めの1日間ぐらいだということも知っておいてくださいね。そしてね、2つ目はね、処理の仕方は必ず生ゴミと一緒にですね、袋か何か入れて生ゴミで捨てるという形をね、取ってください。それ以外の方は基本的に取らないようにやってくださいね。よろしくお願いいたします。そしてもう一つね、ピックアップコメントもあるんで、そっちを紹介しましょう。いただいたのはこちらです。鬼門線上にベッドを置いて寝ると悪夢をよく見るようになったので、この解説には信憑性が全くないということですね。これは私が鬼門の方位はすごいパワーが湧いていて、そこの方位でね、寝ると、結構パワーが湧いてきますよって話をしていたのに対してですね、鬼門線上に、ベッドを置いて寝ると、悪夢をよく見るようになったっていうふうにして書かれていてですね、そういうこともあるということをね、正直にね、こう語ってくださって本当にありがたいなというふうに思います。多くの方がですね、鬼門線上のところで寝るとすごくすっきりしたというコメントが多いんですけども、もしもね、こういった場合はですね、逆に何があるからそうなってるのかなと、これ鬼門線上以外にもですね、何か他の要素があるんじゃないかなと私はちょっと思うところがあるんですよね。なので、信憑性が全くないというふうに書かれているんですけども、このね、鬼門線上で寝てね、すごく快適になりやすいが多い中、悪夢をよく見るようになったということは、
何か他の要因がないかなというふうにして私はちょっと感じるところがあるので、もしねこのコメントをくださった方はその部屋の状況がどうなっているかとかですね、あとはね家の周辺がどうなっているかみたいなこともぜひチェックしていただいて、なんかねそれ以外の要因がないかをねぜひね、まあよかったらコメントで教えてもらえたらなというふうに思ったりします。なのでねぜひぜひねその辺のところもしこのコメント見られたらぜひコメント入れてもらえると嬉しく思います。ぜひねお願いしたいと思います。はい、ということで、ね、今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで見ていただいてありがとうございました。